今来ているのは、哎，我带着人真行啊，给他照张相。ここは新葉故宮と言いますが、本太子が大清王朝、新王朝を設立した時の最初の古城です。ここは新葉の故宮です。北京の故宮の前に新王朝、本太子が新王朝を作った時の最初の工場です。新葉故宮は17世紀の初めに新太祖努尔哈赤と新朝最初の皇帝本太子が実際に政務を行った場所です。北京に都を決める前にここは都でした。当初は新葉を聖橋と呼ばれています。ここの場所も聖橋皇宮と呼ばれています。この宮殿は東、中、西の3つに分かれています。今は中路から入ってきます。入り口入ってすぐ正面にある建物は水仙殿です。通常金銀殿とも呼ばれています。水仙殿の3つの文字はそれぞれ漢語と満州語で書かれています。かつて新太祖の本太子がここで政務を執り行い、外国の官員と接する場所です。また大典を行う場所でもあります。清が北京へ遷都した後に後期帝、天竜帝などが東北地方に巡回した時にもここの聖居故宮に滞在していました。水仙殿の真ん中に皇帝の御座が置かれています。1836年に本太子がここで皇帝になり、国号を大清国にしました。合わせて水徳とも改元して女真を満州に改名しました。御座に天使を象徴する龍が描かれています。さらに建物の外から晴れとして描けられた龍も中まで伸びています。水仙殿の次に鳳凰楼がございます。ここは宮殿の中で最も高い建物になっています。かつて皇帝の妃が宴会や読書をする場所と言われています。楼の上から新葉市内を一望することができます。ここの鳳凰楼も聖居八景の一つにも数えられています。鳳凰楼には四季到来の額がかけています。さらに奥に入って三つ目の建物は新寧宮です。ここは本太子と高丹本皇后の寝室です。また本太子が死去した寝室が保存されています。ここの部屋が皇帝と貴族が非公式の宴会とシャーマニズムの祭祀行事を行った場所です。ここの場所は皇帝と皇后が日常生活をするところです。暖房と呼ばれているオンドルを設けて北方民族の冬対策を徹底しています。この部屋は甘暑宮と呼ばれています。本太子の寵愛した新妃春夜と女官たちの寝室です。新葉宮殿の中の中路にある3つの宮殿を見学した後、聖書と呼ばれる聖楼に来ています。ここは建立11年から13年に増築した建物です。皇帝が東北地方を巡回するときに国事や軍事を執り行う場所と呼ばれています。岩手は皇太后が式典を行う場所と皇族と面会する場所です。ここは文祖閣と言います。建立殿の勅命により編纂された中国最大の漢籍草書である
四庫全書はここで収めていました。西路を巡ってから東路へ参ってきました。ここの高路は新余国の中で最高に建てられた建物、主に努力八時代の建築物です。広場の両側に獣王庭が立ち並んでいます。それぞれ右大臣に相当する右翼王と左大臣に相当する左翼王の事務室と八旗それぞれの建物が10個あります。獣王庭に挟んだ広場を通って一番奥の方に大聖殿が建てられています。大聖殿はヌルハチが新葉へ遷都する際に創建されたものです。皇帝がここで重大の式典を行い、八旗女王と国政を儀する場所として利用していました。正面の2つの柱には皇帝の象徴である金の竜が絡みついています。この建物は多民族スタイルを一体化とし、中央手との組み合わせは八旗制度の特徴を表しています。冰棍儿老冰棍儿，沈阳大白梨，阳大白梨，八王寺，热龙饮料唱粉果，冰棍儿老冰棍儿，沈阳大白梨，八王寺，本当に冰棍儿的。工事していますね、この中が。追求时尚健康品味的小伙伴们，这个商品基本上名字叫出来是非常的时尚，特别贴合他的这个新葉空港出発フロアです。あそこ EF がおそらく国際便だと思いますが、真っ暗です。みんな紙のボーディングカードを持ってるんですけど、僕だけが電子ボーディングカードです。みんなパチャパチャ反抗してるんですけど、大丈夫のかな。記録紙を印刷してくれた。72番。